中日打線は全然クソじゃない。中日は投手王国じゃない。阪神さんが強すぎる。交流戦優勝するのは阪神。楽天ガラガラすぎてさ。今年は加賀勝ち越しだと思う。ヤクルトが弱くなった理由がわからない。4タコだったけど秋広は雰囲気あると思った。山川みたいなやつが4番打ってる。山川が消えておかわりも消えたのに似たようなシルエットのやつがまた一塁に生えてた。投手よくて野手普通に打ってて守備固くてヤクルトがここまで負ける理由がわからん。セリーグ頻打ではないけど打ちまくるほどではない。パリーグとそんな変わらん。巨人ファンはあんまりゾゾマリンに来てくれない。阪神と広島はもっとびっしり埋めてくれるぞ。結局人気なのはセリーグ。パリーグは努力しても無駄。初日なのにどこもガラガラすぎん。毎年こんな交流戦って興味持たれなかったっけ。やる前から思ってたけどセリーグで勝ち越せそうなのは阪神と横浜だけ。ソフトバンク強すぎるし中日は弱すぎる。中日抱えてる以上セリーグの負け越しは決定的なんだよね。中日エラー多すぎ。こういう時のドラゴンズは借金4くらいで交流戦を無難に過ごしそうだからまだわからないぞ。やっぱ交流戦楽しいな。もうない時代には戻れんわ。他にもペナントこなしながらできるイベントないやろか。ロッテは巨人より強い。っていうか G の人少なすぎだろ。マジで移住したんか。何も語れにゃん。とりあえず巨人は打線弱い。巨人は少しいいピッチャー来るとブンブン振り回して終わるからな。投手も弱いしダメダメだよ。阪神しか勝ってないからそら独走するわね。阪神さんの主軸が羨ましい。阪神さん勢いありすぎてパリーグ1勝もできない気がする。セリーグバカにしてたけど阪神さんだけはガチやわ。